フォーマ M702EG はモトローラによって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。702i シリーズとして最後に発売された。外部メモリーはマイクロ SD 対応である。カメラ性能は CMOS 約200万画素。テレビ電話用のサブカメラは CMOS 約10万画素。NTT ドコモの国際ローミングサービスワールドウィングに対応し、 アンツ GPRS-GSM が利用可能な諸外国で利用できる。2007年に 905i シリーズが登場するまでは GPRS-GSM とフォーマプラスエリアの両方に対応している唯一のフォーマ端末であった。デザインは世界で発売されているモトローラレーザー V3X をベースとしている。レーザー V3XX をベースとしている m 7 0 2 e より 約 5mm 分厚くハード面では若干高機能である。また、端末のボタンは青色に光る。ソフトウェア面においては違いはない。したがって、この端末の詳細については M700 にイズも参照。i アプリは G ガイド番組表リモコン、Hungry Fish オープルトアウトをプリセット。モトローラの携帯電話事業が2008年に事業縮小されたため、 本機種が同社最後の日本向け端末となった。ありがとうございます。